おはようございます。釣り子 TV です。今日ね、このデルゼ 55F フローティングね、これをですね、ティムコのルアーなんですけども、開封していきたいと思います。こんなルアーね。あー、いいですね。なんかいろいろなアイデア満載のルアーなんじゃないかなということで、デルゼ。裏に説明書きいっぱい書いてありますね。ちょっとこれ見ながら勉強しながら、どんなルアーか見ていきたいと思いますよ。こういう感じのね、ルアーもだいぶね、いろいろ選べるようになってきましたね。ハンクルであるとか、まあちょっとね、微妙に全部違うとは思うんですけど、OSP であるとか、ね、今勝あったかな、前あったかなとか、こうついてる、ね、どう取れるか、ここ、取れた。はい。あ、綺麗ですね。これすごい小粒なんだけど、ものすごいね、まあ、カラーリングはもちろんなんですけど、細かい鱗から、まあ、アイから、ね、メダル、ね、この尻尾気になりますね。で、ここが回転するわけではないんだな。これ見てるとなんかローリングサルカン的なものかと思いきや、前ちょっとこう飛び出してるんですけど、ここが別に回転するとかそういうことではないですね。じゃあちょっとね、裏の方をね、見るとこれのどう使うかとか書いてあるかな。あ、フローティングなんで45度浮きという、新発想、風や波で自発的アクションを演出するということで、競争ワカサギパターンを制するルアーとして爆発的な超過を叩き出したデルゼ 70F をダウンサイジング、競争に浮かばせておくだけで、瀕死のワカサギアクションを出すことができる。ルアーバランスはそのままに、よりベイトフィッシュが小さなフィールドや食わせの要素が必要な状況下で威力を発揮します。デルゼ 55F はボディの浮き姿勢を45に保つ場所にウェイトとフックを設定することにより、波や風で振り子のようにボディが激しくロール、ロッドワークでアクションを加えることなく自発的にボディが激しく動き、瀕死のワカサギを演出することができます。またテール部分に取り付けられた TMC モルフォファイバーは世界一美しい蝶、モルフォ蝶の、発色原理を応用して作られた特殊繊維、屈折率の違う、成分が、幾重にも織りなして形成されているこの繊維は、光が当たると淡い自然な輝きを放ち、バスに最後まで見切られることなくバイトに持ち込みますということで、あ、この綺麗な、これね、このテール、すごいテールなんですね、これ。ほんとね、手に持ってこうやって見てるとね、ほんと綺麗なんですよ。これちょっとね、こだわりのテールなんですね。で、水晶タックルは、ロッドが 6.2 から 7.2 フィート程度の、ライトからミディアムライトアクションのロッドで、ラインは、4から5ポンドライン、もしくは 0.3 から 0.65 程度の、PE ライン。で、PE ライン使う場合はクロロの、4から5ポンドのリーダーを1メートル程度装着するとベストなセッティングですということで。で、あ、で最後の最後にですね、この後ろの綺麗な、TMC、モルフォファイバーは癖等がつかないように保管時には注意をお願いしますということで、もう瀕死のワカサギを持つわけだから、もう浮かべとくだけでいいっていうことなんですね。1匹ぐらいしていいのかな。まあでもね、本当亀山ダムとかが多いですかね、自分の行くところだと、ワカサギの放流とかに比較的成功しているダムだと、ほんとね、瀕死のワカサギパターンっていうのがね、まあ夏の酸欠時とか、あとは春の産卵時期とか、1年間に何回かね、競争ワカサギがね、リンクしてそれを狙ってるバスがよーく釣れるっていうね、まあ表層ピクピクの釣りとかそういった釣りで、狙うことが多いんですけども、まあこれね、下にこうせり出したトリプルフックがあるからね、どうだろう、ほんとね、ルアーによってね、何してもこうピッピッとかピッピッって動かす釣りじゃないですかね。このポンって置いた時点でどんだけ
物っぽいかって言ったらいいんですかね、本物の波動っぽいのか見た目なのかとかね、ほんとね結構ねじーって見てねプイってするんですよね。あ、違うっていう感じでね、そこをね、ここら辺のね特殊な、尻尾とか、あとはこのリアルなデザインとか、あとはサイズ感ですね、この、小さなサイズ感とかでピチャって置いたらファッてね、吸い込むところまで至ってくれるのかね、これはね、まあそのタイミングによってもいろんなね、聞くルアーだと今日は聞いたけど明日聞かないとかね、ほんと日替わりでちょっとルアーによってもね、変わったりしますんで、まあこれも入れるし、あれも入れるし、あのメーカーもあれも入れるしっていう感じでね、ワカサギパターンやるぞっていう時はね、いくつかね、この手のやつね忍ばしておくと、当たりのね、そのワカサギのサイズとかなんですかね、なんかね、毎回毎回同じって感じじゃなくてね、あとは何回もこういろんなルアー打たれたりしてると思うんで、そのエリアによってもね、効くはワームプラグとかね、あとは重さとか浮き姿勢とかで、ね、変わってくると思いますんで、一つねせっかく手に入れたんで、このね出るぜ、効くタイミングね、絶対あるはずなんで、重さはちなみに 2.5g ですね、非常に軽いルアーなんで、スピニングタックルでですねペインってね飛ばせるようなセッティングを出して試してみようかな、なんというふうに考えております。というわけで本日の、釣り子 TV は、ティムコのですねデルゼ、55F フローティングですね、これねフローティングタイプのもの、これを、開封してみてって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。